はい、どうも岩本キラです。今回の動画ですね、前回ね、10ミリの F2 のね、レンズを使って、水線ね、撮っていきましたけど、ちょっとね、広角じゃなくて、マイクロ使いたいなと思いまして、今回は、105のね、マクロ、マイクロをね、使って撮っていきたいと思います。よっしゃ。やっぱね、ある程度105ミリとかね、あとはめちゃくちゃね、近くで寄って撮りたいっていうのもあるんで、これを、ね、使っていきたいと思います。これならそこそこね、離れても撮れるかなっていう感じ。この辺とか、この辺とかね、やっぱマイクロいいな。いや、いいですね。やっぱマイクロ面白いな。で、こっから見上げて撮るのも良さそうなので、ポイントを見つけて、もう少し奥行きを出して撮りたいから、ちょっと F 値を F10 にして、ISO感度100ぐらいね、なるように撮っていくと、こんな感じかな。やっぱいいね。奥の方の、水星を狙って、前ボケもね、入れつつ取っていこうか。で、あえて DX クロップ、いい線を探して、いいね。やっぱマイクロがいいな。そこもいいね。ちょっと煽って撮る。今度は太陽の光が当たってるところですね、を狙って撮っていきたいと思います。これもいいね。風がちょっと離れてるけどな。ちょっと DX クロップして、はい、で、今度は、開放でね、撮ります。はい。開放で撮ると、こうね、レモンボケが出てくるという感じですね。この辺とかも、太陽の光が当たってるんで、こうね、手前に、水線があるのを選んで、ちょっとあれか、やっぱ105
105のマクロいいな。で今度は結構ねアップで撮りたいですね。どうかな、バッテリーまあまあ持つよね、このズームアクション。よし、ここいいんだけど、ただ、ね、自分の鍵が入っちゃうっていうのはちょっとむずくて、今度は逆に絞って撮ります。で F10 でシャッタースピードある程度ノイズが出ない程度に開けていく感じですね。はい、で DX か、はい、ちょっとボリュームを出す感じで撮りたいですね。はい、ですね。いやでもそれにしてもこの105のマイクロ楽しいですね。めっちゃ楽しい。まあ、あえて裏側から撮るっていうのもありかもしれないね。多分普段見ない光景ですね。開放にして、完全に、トロトロにする感じ。この辺ね、後ろから光が入ってるんでちょっと倒れちゃってる感じもあるけど、この辺とかかわいいかな。本当にどこを切り取るかになるからね、写真って。あとアジサイが枯れたところとかがあるな。アジサイの雰囲気と、あと太陽の光、はい、これいいな。はい、ちょっと自分の影を撮ろう。いやでも額が狭すぎる。こんな感じか。まあ奥さんと子供たちがね待ってるんで戻ろうかな。紅はるかで、あ、これで値段違うんだ。これが紫芋で、これが黄色の甘い芋です。じゃあその大きいのにする？大きいの、紅はるか。ありがとうございます。みんなどうですか？あ、パン燃えてるかな？皮めくって今日の食べてくださいね。はい、ありがとうございます。イエーイ。とりあえず半分に割って。おお、いい感じ。すごいすごい。いいね。これはみんなよね。そうだよ。みんなで
モンセまで行かなかったからなんで。おー、いいねー。ちょっと湯気が、ここだけめっちゃ離れてるっていうのかな、こんな感じ。友達にかけすぎる、うん、めっちゃ美味しい。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあ軽くね、水仙のスナップ撮影ということで撮っていきましたけど、まあ何かのね、参考になったら幸いです。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。